はい、プレーボールどうも野球人です。 DeNA ドラフト4位石上が抹消へ。ルーキーで開幕スタメンに使うも現在20打席連続無安打と不調ということでございまして、はい、今日ですね試合はありませんが工事がありまして、でその中で DeNA はドラフト4位ルーキーの石上選手、オープン戦で結果残して開幕スタメンの座を掴み取っておりましたが、まあただね徐々に状態が落ちていって現在20打席連続無安打、かなりねこう苦しんでおりました。まあそういうところもあって今回登録抹消、まあこの辺に関してはね仕方ないかなというところはありますし、ここまたね2軍で結果残して上がってきてほしいところでございます。で一方で代わりの昇格候補、これがね誰になるんだろうかっていうところが注目されております。まあ野手が上がってくるのか、まあそれともピッチャーがね上がってくるのかというところもありますが、いろいろね見ていきたいと思います。ではまず記事から見ていきましょう。はい、 DeNA ドラ4石上が登録抹消。プロ野球 DeNA は9日石上選手の登録を抹消したことを発表。ドラフト4位の石上選手は開幕からスタメンを勝ち取った。期待のルーキー4月3日にプロ初となるタイムリーヒットを放つなど上々の立ち上がりを見せていました。しかし4月26日に2塁打を打って以降20打席連続ヒットが出ていないと不調がついていました。26試合に出場、71打数の13打3打点17三振打率1割8分3厘と低迷。今回登録は抹消。石上選手は19日以降に再登録が可能ということになっております。はい、というわけで、まあ、石上選手が登録抹消。まあ、ちょっと4月の後半以降ね、なかなかヒットが出ていないという状況がありましたんで、抹消になったということでございます。まあ、なかなかね、試合にも出れていなかったっていうところもあるんで、それならやっぱね、2軍に落として、しっかりとこう打席数をね、与えた方がいいという判断なのかなというふうに思います。ではね、改めて石上選手、どういう選手だったか、で、オープン戦のね、成績等も改めて振り返っていきましょう。はい、では見ていきます。石上大輝選手、プロ1年目。出身地は徳島、2001年5月18日まで22歳、172センチ、82キロ。ポジションは、ショート、セカンド、サード、守る、右投げ、左打ち。2023年ドラフト4位指名。今季の年俸が850万円、契約金は4900万円ということになっております。徳島商業高校では2年生から、セカンドのレギュラーとして活躍。卒業後は東洋大に進学します。1年生からベンチ入りを果たそう。2年生からセカンドのレギュラーをつかみ、東都の2部リーグではあるものの頭角を現していき、プロ注目の選手へと成長。さらに4年春には入れ替え戦を制し、一部復帰を果たすと、ドラフトでは DeNA に4位指名され、プロ入り、そして1年目の今シーズンは春キャンプ1軍スタートに抜擢されていたということでございます。はい、この石上選手、今シーズンのドラフト4位ルーキーでございます。まあ、東都で活躍していた選手でございまして、リーグ戦一部のね、成績見ていきますと、18試合で2割3分8厘、43打数の10安打0ホーマー、オベス 0.596 と、まあ、トートの一部ではね、そこまでバリバリ活躍していたわけではないんですが、まあ、ただ2部リーグでは43試合で2割8分3厘、152打数の43打1ホーマー、8勝利、オベス 0.782 と、しっかり好成績を巻く、で、身体能力の高いね、ショートストップとして、注目されていた選手。で、そんな彼をね、DeNA が指名して、キャンプも1軍スタート。で、練習試合からね、結果出しておりまして、で、オープン戦でもですね、その勢いは止まらず、16試合で3割2分7厘、49打数の16安打、1ホーマー5打点。オーペス 0.840 と、まあ、打率はね3割を超えて、オーペスも 0.8 台。で、盗塁もね、5盗塁決めておりましたし、少し守備には課題はあったんですが、こう打てるね、ショートとして、しっかりとこうアピールを続けておりまして、で、その結果、開幕、8番ショートでスタメンをね、掴んでおりました。まあ、やはり DeNA、長年ね、ショート問題っていうところはありましたし、まあ、そこをね、もしかしたら埋めてくれる存在になるんじゃないかというところで、期待はされておりましたが、で、そんな石上選手、ここまでの成績はっていうところ、しっかりと月別でチェックしていきましょう。はい、では今シーズンの成績ですね、見ていきましょう。石上選手今季の1軍成績見ていくと、3月は11打数の4安打0ホーマー1三振0四球、打率が3割6分4厘、オーベースが 0.727 という成績になっております。はい、まあ開幕してから3戦はしっかりと結果出しておりました。ヒットもね4本出ておりまして、打率も3割超え、上々なねスタートを切ることができたと。まあただですね、4月に入るとガクンと調子を落としております。64打数の9安打0ホーマー15三振5四球、打率が1割5分5厘、出塁率が2割2分2厘、オーベスが 0.446 と、もうね、打率は1割台半ばで、オーベスも 0.4 台、なかなかこう苦しい状態がついていたと。で、そして5月に入るとですね、2打数のノーヒット、三振1、四球も1、打率が0割0分0厘、オーベス 0.333 と、いわゆるこうほとんどね、起用されるっていうことがなくなってきまして、割とこう持て余していた状態ではあったんですよね。で、計見ていくと、71打数の13打0ホーマー17三振6四球、打率が1割8分3厘、出塁率が2割4分7厘で、オーベス0.486と、やはりね今シーズン打点っていうところはありますが、まあまあそこを含めてもね
ちょっとね、厳しい数字になっていたということでございます。で、4月の半ばから状態が落ちていって、現在20打席連続無安打。まあ、やっぱ絶不調ではありますよね。で、特に左ピッチャーからは打率1割2分、オーベス 0.345 と、非常に苦戦しております。まあ、なんでこの辺はね、ショート守備とともに、明確な課題が見えてきているんじゃないかなっていうところではありますよね。で、ただ一方で、ハードパンに関しては50打席以上で、チーム2位ということになっております。1位は宮崎選手ではあるんですが、まあ、ただ2位はね、石上選手。なんでこう、強い打球はね、しっかりと打てているっていうのは、好材料かなというふうに思いますし、やはりその辺はね、他のショートにはないポイントかなというふうに思いますし、まあ、その辺をね、しっかりと伸ばしていきたいところかなというふうに思います。で、そういう中で、今回ね、抹消で2軍降格にというところになっておりまして、まあ、やっぱ対左投手の対応であったり、あとは守備面も、鍛えていく必要はあるのかなというふうには思いますんで、2軍で状態を上げていってまたね1軍に戻ってきてほしいなというところでございますが、はい、というわけでまあ以上ね、石上選手が2軍降格というところでございました。で、一方ですね、代わりに昇格する選手はっていうところ、まあショートのね彼が押して誰が上がってくるのか、まあ何人かで候補上がっておりますんで見ていきましょう。はい、では昇格候補っていうところでお話していきましょう。まあまずね、内野の昇格っていうところ、石上選手は内野手でございます。ショートでございますんで、まあそことね同じ選手が上がってくるんじゃないかなっていうところが言われております。それで言うと、まずは知能選手、彼がね候補に上がってきます。で、今シーズンの2軍成績は123打席で25安打1ホーマー11打点3盗塁、打率が2割5分3厘、オーベス 0.710 という成績になっております。まあ今シーズンね、かなり打点のイースタンリーグ、その中でまずまずね結果残しております。で、怪我でね出遅れていたこともあって開幕は2軍でありましたが、徐々に状態を上げていって、5月は打率4割9分7厘と絶好調。右打者が少ないチーム事情を考えると、まあ、優先度は割とね高いんじゃないかなっていうのはありますよね。やはり DeNA に関してはこう左バッターっていうところがね今現在非常に多くなっております。まあ右で言うとね、牧宮崎、この2人はいますが、それ以外の内野で言うともう大和選手のみということになっております。なんでこうベンチでもね右の代打っていうところも若干少ないよねっていうところはありますんで、まあ、そういうところ考えるとそろそろ上がってきてもねいい頃なのかなっていうのはありますよね。で、続いて2人目森選手、まあ、彼もね候補なんじゃないかなというところが言われております。2軍の成績は137打席で30安打1ホーマー14打点4盗塁、打率が2割5分6厘、オーベス 0.649 と、まあ、打撃でそこまでアピールできているわけではありませんが、やはりショートとして考えると1番手に上がってきます。まあやはりね2軍でしっかりとショートを守っていて、でかなりね指標もいいんですよね。で、さらに他のポジションもね今シーズンは挑戦しております。まあセカンドであったりサードであったりと、まあいろんなところでね試合に出ようというところもありますんで、まあそろそろ彼を上げてきてもいい頃なんじゃないかなというところはあります。で、以上ね内野に関してはこの2人が候補に上がってきますが、で一方でピッチャーも上がってくるんじゃないかっていう話もありまして、というのも中川隼人選手、彼ですよね、まあ一応11日ですよね、明後日土曜日の先発予定でございます。で、現在ですね DeNA に関しては筒香選手が昇格してきた関係で、まあ、現在野手がやや多い状況にはなっているんですよね。この間の試合でも楠本選手がベンチ外でありましたし、今現在リリーフは8選手。そのためですね、まあ、ちょっとね2日くらい早いんですが、先に石上選手を抹消しておいて、まあ、彼の枠をね先に上げといた可能性もゼロではないのかなというか、まあ割とねこれが一番可能性高いんじゃないかというところも言われております。まあ明日はね東選手でございますし、日程的に見てもね投げ抹消することはまあないのかなというふうにも思いますし、ピッチャーを1人落とすとリリーフが7人になってしまうというところもありますんで、まあそうであればね先にね野手の枠を上げといた可能性も全然あるんじゃないかなというところでございますんで、内野ではなく彼がね上がってくるんじゃないかなというところはあります。というわけでまあ以上ね候補を上げていきましたが、こう誰が上がってくるんだろうというところでございます。まあ明日の公示に注目したいなというところでありますし、まあもしね明日誰も上がってこなかったら中川選手が11日に上がってくるというところだとは思いますんで、まあやっぱその辺でいろいろ見えてくるかなというところでございますんで、ちょっとこの辺は注目ですよね。はい、というわけで以上です。最後ネットでの反応見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。石上抹消は残念だけどいい判断だと思う。強打がいい感じだから試合には出れない。なら2軍で試合出て調子戻してほしいしね、ということで。はい、まあそうですね、今回石上選手抹消というところでございまして、やっぱね成績見たら妥当かなというところではありまして、この辺は仕方ないところ、まあよくここまでやっていたというところではあるのかなというふうに思いますし、またね状態上げてほしいなっていうところではありますが、で、あとはね抹消された要因としては強打選手ですよね。まあ彼がねこのところショートに使われておりますし、まあ状態は悪くない、まあめちゃくちゃいいわけではないんですが、まあそれなりにね打っておりますし、まあ守備に関してもねかなりね安定しているんじゃないかなというところもあります。やはりこう総合力で見るとやっぱこう強打選手をねしっかりと頭から使っていった方がいいんじゃないかというところもありますし、そういうところもあってまあ今回2軍になったのかなというふうに思います。まあでもやはりですね、当然強打選手ももう30歳ではありますし、ずっとフルスタメンというよりは休みを与えながらっていうね方向が一番いいんじゃないかなというふうに思いますから、となると当然ね他の選手がしっかりと出てきてほしい
しいっていうところはあります。まあ石上選手もそうですし、先ほど見たね、知野選手だったり森選手ら、またはベンチにいるね、林選手もそうですが、若手のショートが出てきてもらわないと、やはりこう長年ショート問題というところ、大きくは改善しないのかなというところでございます。まあ京田選手に関しては、彼らが出てくるまでのこうつなぎみたいなね、役割を務めてくれれば本当ベストかなというところでございますが、まあこの辺のね、引き続きショート問題というところどうなっていくか注目で、一方こちら見ていきましょう。ベイスターズのルーキー松本も井上も石川も抹消で、残りは渡れたか、よっぽどのことがない限りは一軍で使い続けそうな気がするがということで、はい。で一方ですね、 DeNA に関しては、まあ開幕ね、松本選手、石上選手、渡来選手の3人が一軍でございました。で途中から井上選手も上がってきて、まあ、ルーキーが4人ね一軍にいる状況がついておりました。まあ本当すごいことではありましたが、まあただね、途中から上がってきた井上選手が抹消で、松本選手もね、めちゃくちゃね悪いってわけではなかったんですが、まあちょっと打たれて登録抹消で、今日ね石上選手も抹消というところで、まあ残るルーキーは渡来選手のみということになっております。やはりまあこの辺に関してはプロのねレベルの高さっていうところを痛感しているのかなというふうに思いますし、まあ、渡来選手もなかなかね打てない時期っていうのがついておりまして、まあ徐々にね状態は上がってきておりますが、以前ほどの活躍ではないということになっております。まあ打者に関してはね、打点の影響っていうのがめちゃくちゃ大きいのかなというところでございますんで、仕方ない部分もありますし、まあその中で本当渡来選手よくやってるなというところでございますが、まあただね結果だけ見ると4人いたねルーキーは渡来選手だけになっているという現状でございますんで、まあやっぱこの辺はね残念だなという部分もあるのかなというふうに思います。まあただ早い段階で一軍を経験できているっていうことは大きいですし、まあ当然ここからねまた状態を上げてくれば一軍にね上がってチャンスをねもらうことも多い3人じゃないかなというふうに思いますし、まあ間違いなくね期待値は高い選手たちかなというふうに思います。まあ将来の DeNA を支える選手になってくれる可能性もありますんで、彼らルーキーをね温かい目で見守っていきたいなというところでございますが、はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。